皆さん、こんにちは。ヒデ石川のブルース&ファンクギター講座。今日はですね、コーネル・デュプリのですね、サザンコンフォート、サザンコンフォートですね。これをやってみたいと思います。下噛んでしまいましたね。サザンコンフォートですけども、皆さんご存知ですかね、Can't Get Through ですね、の3曲目に入っている他ですね、Uncle Funky というライブアルバム、それから Live in New York の DVD ですね、こちらで演奏しています。今日はですね、その Live in New York のですねアプローチをですね、皆さんと一緒に、考えてみたいと思います。で、早速ですね、いきます。イントロからですね。イントロはですね、 F のオーギュメント、これですね。そして3弦スライドで、7フレットからいきます。ここは B フラットですね。キーは B フラットですので、このフレーズとしては、3弦7フレット、2弦6、8、1弦6、2弦の6、ここ、8フレットチョーキングですね。ちょっとずつバッキング入れながら、で、次は F のナイス。ここはですね、F のペンタトニックの、2弦の4フレットから6フレットのスライドです。ここはですね、チョーキングでもいいですね。だいぶエッチな感じになりました。で、また戻ります。決めですね。この決めは、ブルースのちょっとですね、8フレットですね、2、3、4弦を制覇で、その後、6フレット制覇して、中指で3弦の7フレットハマリング、いいですか。これですね。また入ります。ですね。この後展開に入ります。次は D7 です。コード、で、そこで、ここでですね、 D のペンタに行ってますね。マイナーで攻めてますね、コーネル。ここはですね、3弦の5フレットから7フレットでスライド。で、これはですね、 D7 のコードトーンですね、4弦の7フレットと2弦の7フレット、これダブルストップ で、その後は D のペンタで、2弦の6フレットいきます。そして、この後ですね、コードは G7 なんですけども、ペンタも G7 に行きますよ。見えますかね。いいですか。G のペンタトニックです。いいですか。いいですね。6フレット、ごめんなさい、7フレットから2弦6、8、上ですね、1弦の6、ダブルストップですね。
で1音ずつ、これ G のペンタトニック、この後 C7 いきます。ここは、A のペンタトニック、C のメジャーペンタですね。この9インチの音を入れながら、どこから行くかというとですね、3弦の、9フレットから、3弦の9フレットと2弦の8フレットからだんだん下がっていく、半音ずつ。その後が、5フレットですね、2,3 で、その後が、3フレット、いいですか。こんな感じですね。これ一番わかりやすいやり方です。で、この後が F7 に行きます。ここはですね、いくつかアプローチあります。私、あまり今みたいにですね、コーネル本人はF のペントトニックで落ちていってますけど、私ちょっとこれあんまり座りが好きじゃないので、F7 の時にですね、Dのメジャー、D のペンタトニックですので、F のメジャーペンタ言ってます。言ってみます。その前から言ってますね。ここですね。この後ですね、この後かっこいいですね、ボリューム奏法で、1弦の13フレット、チョーキング、この今落ちていってる音はですね、全部あとですね、B フラットのマイナーペンタです。ブルーノート込み。で、この後、次は11フレット、チョーキングしてます。そして2弦の11フレット入って、ハマリングでですね、2弦の13フレットいって、12フレットの3弦をチョーキング。ここはもうここでですね、F のメジャーペンタに入ってます。で、この後ですね、で、この後も同じです。こうボリューム奏法なんですけど難しいですので、ボリュームせずに、D のペンタですね、F のメジャーペンタ。で、また同じように、ここでボリューム奏法で言ってますけど、この音です。13フレットをジョーキングして、半音ずつ下がって、最後は9フレットの音、1弦9フレットで、最後のみたいな形でですね、B フラットのペントトニックで下がっていくというアプローチですね。じゃあちょっと通してみましょう。省略しますね。という感じですね。今日はサザンコンフォートを、やってみました。
皆さんもですね、いろいろとアプローチしてみてください。それではごきげんよう。グッバイ。